ジャンボの愉快な旅クラブ。旅は人生を豊かにする。ジャンボツアーズの提供でお送りします。今日は夏休み特別企画4コースご紹介します。4コースなんでちょっと早く行きましょう、はい、まずは香港。香港夏休み物語、お子様半額です。12歳未満の方、嬉しい。はい、香港といったら世界でも類を見ないピンクドルフィンの見える船をクルーズで楽しんでいただいたり、はい、香港ディズニーランドにもご案内して、1コースが夏休み89,800円からご用意しました。続きましてサマーバケーションをソウル韓国で過ごしましょう、はい、こちらの方は、49,800円からご案内します。お子様は1万円引きで、なんとロッテワールド、そしてあのナンタの、誰が見ても楽しいナンタのショー、そしてソウル子ども大公園に行っていろいろ動物に触れ合っていただいたりするコースをご用意しました。さあ子どもたち大人も楽しめるシンガポールといったら人気、大人気じゃないですか。シンガポールもチャイナエアラインで4日間で作りましたので、シンガポールに3連泊するコースです、はい、さあ2日目はセントーサ島の方に行きまして、話題沸騰のユニバーサルスタジオたっぷり楽しんでいただきます。3日目は家族でシンガポールの市内観光をした後、夜になるとゴソ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 と出てくる夜行動物をいっぱい集めたナイトサファリーでシンガポールを仕上げて、これを4日間でご案内します、こちらの方129,000円から夏休みご案内します。しかもお子様4万円引き、すごい、いいんじゃない、さあ最後に今何かと話題でよくテレビのねチャンネルをこうパチッと上げたらね、僕よりももうちょっと高い人がビューンと投げたりブーンとバットを振り回したり出てきてね、もうテレビで話題騒然なんですけど、ああっちのアメリカ西海岸行きましょうよ。チャイナエアラインがアナハイムの方に新規就航したんですよ。さあ今回は7日間で作りました。チャイナエアラインで台北からノンストップ便でアナハイムのオンタリオ国際空港の方に行きまして、翌日はなんとディズニーランドリゾート発祥の地、ここでワンデーパスポートでたっぷりアトラクション楽しんでください。さあ3日目です。野球の本場って言ったらアメリカじゃん。アメリカで迫力あるゲームを見て、ホットドッグ片手によくテレビでもねビールをやってポップコーンを食べて、あの姿の中に入って楽しんでいただいてアナハイムで泊まっていただいて、翌日は憧れのロサンゼルスの観光をたっぷりしていただいて、4時15分のアナハイムからのチャイナエアラインで台北を着くのがね晩の8時55分まで、はい、ロサンゼルスで夕方まで遊んじゃってるから、台北で一泊して7日間のツアーになりますが、この内容でこの価格、ぜひチャイナエアラインさんでありがとう。この番組はジャンボツアーズの提供でお送りしました。今回ご紹介したツアーの説明会が12日に開催されます。ワクワクドキドキ、アジアもあってアメリカもあって、うん、気を振り回して楽しいね来週もご覧ください。